さあ、ということで、再開していきましょう。逆のノエル。バローズサイドだね。まったくこんなところまで来させられる方の身にもなったよね。カロンがいるね。暇じゃないのよ、私。服も、急くさくなっちゃうし。文句があるなら、お前が場所を提供しろ。てか、今気づいたけど、周りになんか警備の人かな？なんか大量にいるよね。全部敵になるのかな？相手するんかな？いやーね、そういうのはあんたの仕事でしょ？ラプラス市長さん。それより、例の刑務所の件はどうだった？やっぱボマーみたいね。誰かが外から独房を開けて逃がしちゃったみたい。そうか。まあ、ヌエルチェルクエッティだろうな。カロン。カロンはここにいる。カロンがそばにいないなら、ノエルがそんなことするはずがない。ジリアン君、あらゆる可能性を考慮することは大事だ。少し黙っていてくれたまえ。しかし、一人でここまでの行動力を見せるとはな。そもそも悪魔もなしにどうやって独房まで侵入した？管理が甘いんじゃないのか、ジーノ。ひょっとしたらオスか。いえ、過ぎたことはどうでもいいわ。それより手駒にしてたボマーに牙を剥かれるなんて。間抜けな飼い主さんもいたものね。そっちこそ管理が甘いわよ、ラッセルちゃん。言い返すね、ジーノも。まあいい。ちょうどいいじゃないか。俺に歯向かう小物が2匹。わざわざこっちに出向いてくれるんだろ？ここの守りは鉄壁だ。遠慮なく、そして手厚く出迎えようじゃないか。出迎えてくるのか。そして、全員まとめて始末する。ノエルもボマーも、誰にも見つからないようここで海に沈めてやるよ。それでジリアンが騒ぐようなら、彼女もそれまでだ。カロン、お前はそこで見てろよ。自分を助けに来た仲間がたどる末路をな。ノエルは来ない。来るはずがない。ノエルはそんなことしない。ジリアン。わかってるよ、ジリアンちゃん。でも、ボマーは来るわよ。それなら、どの道、警戒しなきゃ。この子、ボマーの名前が出ても、もはや大した問題じゃないって感じね。そうだよね。家って、やられたのってボマーだもんね。だって自分の家を爆破した魔人がどうでもいいってことはないでしょうに。いや、案外ノエルちゃんを前にしたら自分のことなんてどうでもいいのかしら。やっぱりすごいわね、この子。ボマーが動くなら、それはつまりお前らも久々の大暴れのチャンスかもな。んー、やっぱなんかあるかなって思ったけど。みんなで来るのかな？気になるな。ノエル、ボマーを味方につけたか。リッパーの力を借りたようだな。お世話になって、オスカーにも。だが、それでもダメだ。ここにはメンツが揃いすぎている。攻め込むな。時期を待て。いくらなんでも、この戦力をいっぺんに相手にするのは。カロン、待っててくれ。バスティール海食堂。通称、堆積楼でいいのかな？ラプラスの海沿いの崖が波で浸食されてできた天然洞窟か。ラプラスではそこそこ有名な観光名所ですわね。本来なら中に入る遊覧船も出ていますわ。そうなんだ。スラックがいる。でも、つい先日からいきなり保全工事とやらが始まり、関係者以外立ち入り禁止になったと来た。ここ数日でこれまであからさまな変化があったのはここだけだ。間違いないと思う。大悪魔カロンはこの堆積楼に監禁されている。まあ当たりだろうな。
人さえいなきゃ何かを隠すにはもってこいだ。でしょうな。ノエル、作戦忘れてねえだろうな。作戦？忘れてませんわよ。ロッソンの方々が見張りや警備を足止めして、私とあなたはその隙に奥に侵入ですわよね。いやー、楽しくなってきそうだね。なんか楽しむっていうのはなんか合ってるのか分かんないけど、間違ってる気もしなくもないんだけど、ワクワクしてくる。よくできました。さすがに大悪魔やクソカマ野郎が出てきたら俺たちで相手するしかねえ。相手もバカじゃねえんだ。中では激戦になると思うが、ちゃんと俺をサポートしろよ。 G の管理官はともかく、シーザーはどうにか受け流して進むしかありませんわよ。シーザー強いからね。わかってるって。しかし今考えてみると、やっぱあの時製鉄所でジリアンもやっちまった方が楽だったな。ふざけないで、ジリアンは私がどうにかして見せますわ。まあ、あの後の出来事だもんな。さあ行きましょう。まずは入り口に近づきますわよ。カロン、無事だといいんですけど。待っててくれよカロン。確かに気になった。え、なんでパイソンなの？なんです？頭が回ってずる賢いからと、ボマーの命名、ボマーの命名なんだ、フーゴの。なるほどね。時間があれば君にも銃を教えてやったんだがね、それはまたの機会があればということにしよう。不思議なメガネ。スマートグラス。なるほどね。いいね、この SE。なんか久しぶりに聞いた感じがするけど、気のせいかな。カロンと戦った時より人数動いてる。マジですか。みんな燃えるものがあるんじゃないの？そういえばそのリュックは何ですの？ファッション？これか？楽しいものがそりゃもういっぱい入ってるんだよ。そのうち嫌でも見せてやるぜ。じゃあその時を楽しみにしてるよ、俺も。トードとスラックはバカだが戦いでは化けるぞ。マジか。若さゆえのあらばあっても勢いが一流だ。案外君も彼らに見習うところがあるかもしれないぞ。いや、もういいところは盗んでいくから。ハイソンはボマーの信頼も厚い古株だ。性格も性格だし、つくづく敵に回したくはないな。いやー、みんな頼りにしてるよ。なんでスラックなんですの？ナメクジ？ジメジメしてて陰鬱だからってボマーが。理由はどうあれ響きがイケてるから好きだよ僕は。まあ本人が気に入ってるのであれば何も言わないけど。それよりノエルはアートに興味ないかい？このスプレーで大きな壁に絵を描くんだ。あー、なんかよくあるやつね。そうそう、路地裏とかにあるやつね。そうそう、そういうやつだよ。まあ今持ってるのは毒ガススプレーだから触らない方がいいかもね。でもこの SE のオンパレードだね。バーゲンセールだよ。トド、買える？ハスキーボイスで口も悪いからだとさ。ボマーがつけてくれたコードネームだからまあいいさ。なるほど。いいか、ノエル。ゴールデンスパイクドラゴンの邪魔すんなよ。邪魔だったらお前ごとやっちまう。え、何ゴールデンスパイクドラゴンって。何何何、知りたい知りたい。詳しく聞かせて。あー、鉄パイプのことなんですね。ゴールデンスパイクドラゴン。覚えとく覚えとく。よし、では行きますか。気づくセリ2つ、大丈夫かな、心配ですが。うわ、なんかふと思って今、もしかしたらフーゴが見れるんじゃないかって思って。え、かっこいい。すごいなんか簡単と声を上げてしまったけど。え、かっこよくない？ないんだよね、スタンスは。OK です。いきますか。さあ、レディーファーストですから。バリケードですわ。人奥に入れないためでしょうけど。そうだな、小細工だな。大丈夫ですよ、ボマ。これまでの経験上焦る必要はありませんわ。こういうのは考えて動かせばちゃんと道を作ることができるものですから。フリーゲームってそういうもんだよね。は？考えて動かす？いや、だからバリケードやコンテナを押して道ができるよう動かせば。
意味がわからねえんだが、まさかお前らこれまでそんな上品なことをしてたのか。うん、上品だからね我々。バリケードが邪魔なら、うわー派手にやるね、フーゴ。ぶっ飛ばせばいいだけだろ。音、物音のこととか考えませんの。うるせえ、どうせ奥まで聞こえやしねえよ。これから大決戦だってのにビクビクしてんな。まあそれもそうだね。ほれ行こうぜ、後ろが疲れてんだ。パイソンさん、あいつは戦いを避けようとしないからな。今ばかりは引っ張られておくと楽かもしれないぞ。そうなんです。カロンが常識人に見えてきましたわ。常識魔カロンだね。常識魔ってなんだろう。じゃあ行きますか。イベントかな。見ろ。見た。うわー、いるー、4人いる、いますわね。明らかに保全工事って格好じゃねえな。もはや隠す気あんのか。まああれだけ派手に刑務所潰せば警戒もされるか。俺たちはいつでも行けるぜ、任せるよボマン。いやーもう安心できるバックだね、なんていうか。おう任せるぜ。 4,5 人残ってあいつらの相手をしてやれ。全員準備できてるか。いつでも大丈夫ですわ。ここは私に任せてよ。足止めっつうか全滅させて追いつくからさ、東堂。 OK、 期待してるぜ東堂。それじゃカロン奪還決戦開始だ。おお、スタイリッシュだね。なんだこいつらは。ボマーとチェルクエッティのことしか聞いてないぞ。なんか、なんだかんだチェルクエッティっていう。チェルクエッティでテキスト出てきたの初めてな気がするけど。どうだっけみたいな。数で勝ってると思ったら大間違いなんだよ。全員このゴールデンスパイクドラゴンのサビにしてやる。パーティーだ。いいね、この表情。今のうちに手が空いてるやつは続け。突入だ。待ってて、カロン。今、助け出してみせますわよ。激戦だね。うわー、まだいるよね。そりゃいるよね。襲撃の連絡が入ったと思ったら2人だけじゃないのかよ。悪いな、呼ばれてねえけどお友達もいっぱい連れてきちまった。別にいいよな。問答無用だな。穏やかじゃないな。本当だな、穏やかじゃないですね。ここはちょっと数が多いか。お前にも動いてもらえるとだいぶ楽だ。数さえ減らしてくれればあとは我々が抑えよう。アイソンさん、分かったよ。ノエル、さすがにお前に殴り合いは期待してねえ。こいつらと一緒に端っこにいな。分かりましたわ。一人で大丈夫ですの。まあ少なくとも刑務所丸ごと一つよりは大丈夫だわな。え、何が始まるの。戦闘モード。え、待って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 、左上フーゴズライフになってる。え、ってことはフーゴを操作するんだよね今から。うわ、すごいワクワクしてきた。安心しろよ、俺を前にしてよそ見する暇なんか与えねえよ。数で攻めればまだ勝ち目ある。ボマーを集中攻撃しろ。死にたくなけりゃとにかく目の前のボマーをやれ。他はそれからだ。おお、どうやらボマーはそのバックパックに持てる限りの爆弾を持ち込んだようだ。マジか、さすがボマー。ただの人間は爆弾を構え自ら炎上するボマーに反撃すらできず、ただ一方的に倒されることしかできないだろう。爆弾で体当たりみたいな感じだね。つまり攻撃に関してはカロンすら超えるその力で目の前の敵を粉砕せよ。よーし頑張るか。ぶつかるだけでいいんかな。わあ、強い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 、フーゴ強い、フーゴ強い。え、まだいるまだいるまだいる。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。ありがとうございます。スピードボーナスがありませんでした。ちょっと頑張らないといけないね。
努力しまーす。うじゃうじゃと。どうだよ、そろそろ倒し尽くしたかよ。え、まだ、え、まだ来るってこと？うわー、こいつらどんだけいるんだよ。これじゃあバックパックが空になっちまうぞ。あ、みんな、え、大丈夫なんです？そうかよ、だったらお前らに遠慮なく任せるぜ。ノエル、正面突っ切るぞ。わかりましたわ。よし、行こう。え、パイソンさん？選別だ、選別？これは、拳銃、拳銃。反動が少ない型だ。使い方はわかるか？片腕なら、どうせ替えのマガジンはいらないだろう。それで、ボマーをサポートしてやってくれ。彼は強いが視野が狭く、後先を考えない。でも銃は、よぎるよな。シーズン2。いえ、正しく使わせてもらいますわ。ありがとう。ザコは任せたまえ。任せましたよ、パイソンさん。諸君、どうせ使い捨ての雇われだろ。あまり無理をしても得はないぞ。体を張るのは報酬の分だけにしておきたまえ。スラック、この間の訓練の成果を見せてもらおうか。銃を使うときはまず、あうわ、完全にクレイジーな感じになってる。スラックが彩ってやるよ。君に理性を求めた私が愚かだったよ。やべえやつかもしれん、スラック。スラックが予想以上にやばいやつかもしれないって思ったんだけど。宝箱があるね。ちょっと、こんな洞窟の奥で爆弾ばっかり使わないでくださいまし。酸素とか、地盤とか、なんかいろいろまずいんじゃなくて？いやいや、お前、それを俺に言うか？なんか突然風号、なんか普通の返しをしてきたね。そりゃそうなんだけど。ほら、頭じゃなくて足を動かせ。奥の守りが固まる前に一気に攻略するぞ。警備が駆けつけ出してる以上、もっとヤバいやつもそろそろ来るかもしれないぜ。もうこんなアバートでいいのかしら。いいんだよ、いいんだよ。それが風貌らしいよ。ファッションで、ね、チラって言っちゃったけど、なんかファッションって単語があると思わなかったな。オッケー。傷薬3個か。え、ジリアンじゃん。ジリアン？おいおい、マジでマジになったのかよ、こいつ。自分の目で見て改めてびっくりだ。そんなはずはない。ノエルは悪魔から解放されたんだ。もう耳元で復讐を伝えるやつはいない。それなのに、なんでノエルがここに？なんであのボンバーと一緒に？ジリアン？私はカロンに騙されているわけじゃありませんわ。自らの意志で復讐を選んだんですのよ。私から悪魔を奪ったって復讐は得ませんわ。そんなはずないよ、ノエルはそんな子じゃない。わからないの？そのままじゃどんどん犯罪に身を沈める一方だって。ノエルにはそんなことしてほしくない。復讐なんかしても何も残らないよ。ジリアン、それでも済むしかないんだよ。ずいぶん決まっちまったみたいだな、ジリアン・リットナ。お友達の話もろくに聞きやしねえ。それがお前の本性ってか？黙れ、ボマーめ。さてはお前がカロンの代わりにノエルをたぶらかしてるんだな。ジリアン、落ち着いて。落ち着いてなんかいられないよ。ノエルはいつだって僕の理想だった。昔のノエルならきっとこんなことしないはずだ。僕が一番ノエルの素敵な姿を知ってるんだ。今のノエルのしてることは間違ってる。目を覚まして、昔みたいな素敵なノエルに戻ってよ。
お前らの関係は知ったこっちゃねえが、俺にも一つわかることがあるぜ。それはなぜだかお前のその自分勝手さにはどうしようもなくヘドが出るってことだ。お前みたいな奴に何がわかるんだよ。ジリアン、きっと今のあんたには何を言っても届かないんですよね。そうだな。だから私はあなたを超えていく。あなたはその姿をその目で見ていてくださいまし。自分の意志でカロンを、復讐を取り戻してみせますわ。見ろよジリアン、お前の理想のノエルは確かにもう昔のものらしいぜ。まずはノエルからお前を引き離さなきゃ話にならない。シーザー来るか。圧倒的な存在感だな。ボマ、いくらあなたでもシーザーと正面からやり合うの、バトルする？戦うってこと？シーザーと。上等だ。カロンより強い悪魔だなんて血がたぎると言いたいところだが、まあ冷静に考えてさすがにヤバそうだな。安心しろよ、策はある。煙に負け、いくらボマーでもシーザーを倒すことはできないだろう。しかし彼は炎と爆弾を扱う。幸いなことにこの狭い密閉空間で爆弾を対応すれば辺りは煙に包まれるだろう。そうなればいくらでもやり過ごしようがある。なんかめっちゃ音楽かっこいいんだけど攻撃を避け、残り体力に注意しながら爆弾体当たりを繰り返せ。結構まんまなんですね名前。シーザーが隙を見せる瞬間はゼロではないはずだ。よし頑張りましょう。何が来る何が来る。おお、待って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 、怖い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 、うわ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 。